カールトン・ハーバート・ライトは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は少々。ガダルカナル島の戦い後期に起こった、ルンガオキア戦における、アメリカ海軍側の指揮官。本国に帰還後は、1944年7月17日に起こったポートシカゴの惨事の対応に当たった。カールトン・ハーバート・ライトは、1892年6月2日、アイオワ州、地下総軍。 ニューハンプトンで生まれる。ライトは1912年に海軍兵学校を卒業。卒業年次からアナポリス1912年組と呼称された。この世代からは、他に潜水艦部隊を率いたチャールズ・エー・ロックウッド、海軍作戦部長になったルイス・デンフェルド、太平洋艦隊参謀長を務めたチャールズ・ホレーショ。 マクモリス、ソロモン諸島の戦いでの水上戦闘で活躍したアーロン・エスメリル・ル、空母任務軍を率いたアルフレッド・イーモント・ゴメリーやデウィット・シー・ラムゼーラを排出した。ライトの成績は156名中16位というものだった。第一次世界大戦に参戦後、ライトはアイルランドのクイーンズタウンに派遣された駆逐艦、ジャービスに乗り組み、戦団護衛に従事する。ついで、 北海を通って大西洋に出撃しようとするドイツ有望との通過を防ぐ機雷症の構築作戦に参加した。しかし、完了まであとわずかとなった時に対戦が終結した。対戦終結直後の1918年から1920年にかけては法術研究学生課程を受講し、受講後は1935年まで様々な官邸や、 陸上法の法術部門ポストを呼び、人事部門ポストを務める。1935年から1936年には、第18駆逐大司令となり、1941年までの間には、ヨークタウン嫌い貯蔵庫の所長などを歴任した。大佐に昇進後の1941年5月31日からは、従順洋艦オーガスタ艦長となり、そのポジションで、 真珠湾攻撃による第二次世界大戦参戦を迎えた。1942年5月、ライトは海軍少将に昇進し、第11任務部隊司令官として空母、サラトガの直江任務に当たる。ライトは、従順洋艦、ミネアポリスを帰還とし、8月24日の第二次、ソロモン海戦以降、カダルカナル島の戦いに参戦していく。 ガダルカナル島をめぐる海の戦いは熾烈を極めた。第67任務部隊はリッチモンド系ターナー少将に引き入られてガダルカナル島の戦いの矢表に立って日本艦隊と対決していたが11月11日から14日までの第3次ソロモン海戦では日米双方の艦隊に大きな損害が出た。指揮下の任務軍を率いていたダニエル・ J ・キャラハン。 ノーマン・スコット・リ少将は戦死し、指揮下の巡洋艦特逐艦にも大きな損害が出た。開戦後、第67任務部隊は再編成され、新しい指揮官にトーマス・シー・キンケード・少将が着任する。キンケードは日本艦隊が得意とした野戦戦術に対抗するため、次のような戦術を考案した。しかし、この戦術を考案したキンケードはすぐに、 アリューシャン列島方面に転出し、キンケイドの後任として着任したのがライトだった。ライトは、キンケイドの戦術をそのまま利用して、日本艦隊との対決の時に臨むこととなった。11月29日、ウィリアム・ハルゼー大将の命を受けたライトは、第67任務部隊を率いて、東京急行を封じるべく、ガダルカナル島沖に急行した。 11月30日が終わろうとするその少し前、田中雷蔵少々率いる第二水雷戦隊の一隊がサボ島の西南方からアイアンボトムサウンドに侵入。第67任務部隊は連合水道からヘンダーソン飛行場寄りのコースで侵入した。ニア互いの部隊が相手を探知したことからルンガ沖野戦が始まった。第十七任務部隊の攻撃は ライトの機関であるミネアポリスの砲撃により警戒隊の駆逐艦高波を爆発炎上させた。しかし高波が撃たれ続けている間に第二水雷戦隊が発射した酸素魚雷が第67任務部隊に襲いかかった。ミネアポリスには魚雷が左限艦首に2本命中し一番砲塔より全部が模ぎ取られボイラー室と発電室が大きく損傷した。 特にボイラー室は海水に浸るほどの被害であったが、応急措置と巧みな相関術により沈没は免れ、ミネアポリスは、ツラギ島に交代した。後ろを航行していた、ニューオーリンズも、魚雷の命中で艦首をもぎ取られたが、こちらは一番砲塔も失った。ペンサコーラも、観光部に魚雷が命中して大きく損傷し、巡洋艦軍の最後を航行していた副将。 マーロンエスティスデール少々指揮下のノーザンプトンは、魚雷が2本命中して沈没した。ティスデールが座上していた、軽巡洋艦、ホノルルのみは、被害がなく、ライトは、ティスデールに乱れた部隊の立て直しを命じて、被退していった。ツラギ島に到着すると、ミネアポリスは、敵の目を欺くためヤシの葉や低木でカムフラージュされ、ニューオーリンズもこれに習った。歴史家、 サミュエル・エリオット・モリソン曰く、ルンガ沖ア戦は、優勢な巡洋艦隊が劣勢な日本の駆逐艦に、痛めつけられて敗北した海戦だった。高波を撃沈して、輸送任務をくじいたとはいえ、ノーザンプトンを失って、その他3隻の重巡洋艦も大破して、長期の戦線離脱を余儀なくされた。また、田中の指揮下にあった、駆逐艦がすべて事故の指揮下にあったのとは、 対照的に、ライト指揮下の官邸のうち、ミネアポリスとニューオーリンズ以外は指揮下に入って日も浅かった。采配の面でも、ライトは、海戦の前、巡洋艦搭載の水上偵察機を、被弾により邪魔になることを警戒して事前に、つらぎ島に派遣させた。ライトの考えでは、そこから発信して、第67任務部隊の援護に当たらせようとしたが、 肝心の回線前後は無風状態で発進できず、ライトの配慮は裏目に出た。回線に入って、部隊の前衛に位置していた駆逐艦、フレッチャーから魚雷発射要請が出されたが、ライトは距離が遠すぎるとして採用しなかった。もっともこれは、第二水雷戦隊とガダルカナル島の海岸部が混じり合って、探知の妨害となり、明確ではない点があったためでもある。 極めつけは、戦闘に入ってからも、速力を計画通りのスピードで維持させたことで、魚雷は、狙いたわず、目標に命中した。いずれにせよ、回線を通じて、ライトの采配ぶりはただ一言、慎重に尽きた。そして、名声に破滅をもたらした。一人の指揮官が戦術を考案し、その戦術を活用することなく、他へ転出し、 その後継者が前任者の戦術を活用して戦った。一つの例としては、1943年8月6日のベラワニア戦がある。この海戦でも、アーレーバーク中佐が戦術を編み出したものの転出で、自らの戦術を実践することがこの時はできず、 公認のフレデリック・ムース・ブラッガー中佐が、バーク公安の戦術をそのまま踏襲して、日本艦隊と戦い、干渉を収めた。ライトの戦いは、それとは、対照的な結果となった。海戦の後、ライトは、海軍十字章を授与されたが、戦線からは、外れることとなり、ワシントン DC の海軍省に一時勤務の後、1944年に、入って、 第四巡洋艦軍の指揮を取ったが、間もなくサンフランシスコの第十二海軍区司令官となって、水上艦から離れることとなった。海戦の勝者でアメリカ側からタフネスと称えられた田中は、日本海軍内で評価されず、マイズル、ラングーンと西へ西へ移って二度と、水上戦闘には戻ることはなかった。偶然ではあるが、ライトと、 田中は、アイアンボトムサウンドを中心して、互いに全く逆の方角に移動し、水上戦闘の場から離れることとなった。1944年7月17日、ポートシカゴの海軍兵器庫で大爆発が発生して、死者320名、負傷者390名を出す。後世に、ポートシカゴの惨事と呼ばれる大事故が発生した。死傷者には、 多くのアフリカ系アメリカ人の水兵が含まれており、彼らの作業環境は良くなく、積み込み競争が行われていた。サモン委員会と追悼式が開かれた後、ライトは犠牲者の育命家に海軍、海兵隊勲章を追贈して、事故の早期幕引きを図り、再開される弾薬搭載計画のために水兵の尻を叩いた。しかし、 補充された新兵は以前と変わらぬ危険な作業環境を良しとせず通称ポートシカゴの50人をはじめとする328名の水兵は事実上のストライキに入ったライトは作業に戻るよう促すがポートシカゴの50人はこれに納得せず反逆者扱いにされて映像域となった軍法会議官によっては駐在は明らかではあったが 海軍内における人種差別の実態が徐々に明らかになるにつれ風は変わり、戦争終結後からの軍における人種差別撤廃の契機となった。1946年3月、ライトは太平洋艦隊及び太平洋区域担当の軍査察士となり、ついでマリアナ諸島方面部隊の副司令を務めた後、1948年10月に退役する。 その後は1970年6月27日に78歳で、亡くなるまで、カリフォルニア州クレアモントで余生を過ごした。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、山口多門、うがきまとい、福留茂、大西田次郎らを排出した40機に相当する。他は、モントゴメリーが29位、ラムゼイが125位で、ロックウッド、デンフェルド、 マクモリス、メリルラの順位は不明。1943年11月24日から25日のセントジョージ・ミサキ戦で活用。マイズル海兵団長第13根拠地帯司令官、ありがとうございます。